最終日ですよ、いよいよ。はい。ね、1週間6日間やった。6日間やった。でも、フォロワー結構増えたよ。いや、素晴らしい。これ。本当に。これね。あと、150人ぐらい。そう。ですから、もう、やってよかったね。ちょっと、ケイタさんも映してください、自分。3356。ケイタさん、ケイタさん。ケイタさん、ここにいます。4分の1が入った、今。ケイタさんです。ケイタさん、ここにいる。お悩みをね、今募集してて。ああ。それを解決したい。うん。ケイタ、行こう、お悩み。さあ。はい、パート1。お帰りと言ってくれる人もいません。お帰り。住んでいる部屋は、すぐ言った。ペット NG です。この寂しさどうやったら埋まりますか？一人暮らし。寂しい時はやっぱりテレビをつける。え、でもね、いや本当に一人暮らし、僕も一人暮らしなんですけど、一人暮らしをしてると、あのね、テレビと喋れるようになるよ。なるほどね。そうそう、相槌打ったり。そう、相槌打って、わかるわそれとか聞かれてもねえのに意見して、いや俺だったらみたいな。隣の住人と仲良くなったら、やべえ人いた。引っ越した時にさ、挨拶行くじゃん。隣に住んでました。顔怖っ。それがいいと思いますね。あ、でも男性と女性でちょっと違うじゃん、そこの辺は。確かに。電話とかね、友達に電話するとか。え、ケイタまだ一人暮らししたことない？そうですね。どうなの？どうなの？200人が見てるよ、ケイタとしては。ケイタ犬といるといいよ。ペットダメなの？ペットダメなの？え、でもハムスターとかもダメなの？ハムスター可愛いじゃんね。ハムスターはダメなのかな？ペットだよ、それは。ペットですね。え、でもあんなちっちゃい。ペットだよ。サイズの問題じゃないです。そうか、サイズの問題じゃない。え、でも電話とかいいよ、友達に電話してね。何してんのとかでいいじゃん。腕、腕いて。腕いて。ありがとう、ケイタ。じゃあ、というわけで、友達に電話する、または隣の人と仲良くする。ルームシェア。ルームシェアね。ルームシェアね。なんか一回5人で住もうみたいなのあったよね。いや、結構リアルにありました。でも俺はダメだから、やっぱ4人で住むってことだ。我が家の息子ちゃんたち、サッカーが好きで、数年続けてきたら、日焼けで、そばかすとか、小さなほくろとかが出てきたって、ここ最近ずっと気にしてるんです。こんな肌だから終わりだって、色白だから仕方ないのでしょうが、私たちから見たら、あ、私から見たらまだまだ若くて綺麗なお花なんだけど、何かアドバイス？ゆうた先生。いや、肌ですか？でもサッカーはしたいだって。サッカー？サッカーしてた。でもサッカーしてた頃の僕は真っ黒でしたよ。え、黒いのは嫌なの？何のケアもしてなかった。黒いのは嫌なのってことじゃないですか、多分。え、黒いのはかっこいいじゃん。そばかすとかがあれなんでしょ？日焼けもそばかすも嫌だっつって。いや、それが、お前がどんだけサッカーをやってきたから証だから。いや、でも本当そうだと思います。そうそうそう。だって、やってるんだけね。モデルさんで知ってる？あの、海外のモデルさんって、めっちゃそばかすついてる人いるの。それがすごいかっこいい人いるの。あの、モデルさんで。その人が逆にそういう人いないから取り上げられて、で、そういう人いるのね。だから、本当は逆に自信持った方がいい。見てるけど、めっちゃ近いよ。ほら。いや、単純に、長袖長ズボンに、日焼け止めのやつ。そっか、そっか。気になるやったらそう。そうだね。気になるやったら今。結構ね、いいね、そう、ケアするものとかいろいろ売ってるから。気になるんだったら、まあそう。ベンチに寝ればね。ベンチに寝ればじゃないんだよ。それは、テレビ出なきゃダメだよ。うん？ケイタどう思う？俺、そばかすある子好きですよ。お、お、ケイタ。でも、男の顔の4分の1で。あの、ガクッ。入れないんだよね、角度的に。そうね。でも、あれかな、日焼けサロンに行って、あの、そばかすを、色黒で隠す。あえて？あえて？あえて？タイが止まったけど、あえて。どういうことなの？真っ黒になる。上から塗るんだよ。そばかすが気になるんだったら。素材を作るってこと？いや、そばかすを気になるんだったら、黒くなってしまえばいい。なんならね。そばかすの色に近づけに行けばいい。余計、そばかすできるうちになるね。でもずっとやんなきゃいけないのか。でもかっけえよ。そのでもかっこいいと思います。なんかそういうのだけやっぱ気にしない男の人は男の人だから。そんだけさ、やったこと、やった地形だ。関数の相場地形だ。画面に吸い込まれているよ。次ラスト。ラスト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 質問。ラストクエスチョン。朝起きれません。いつもギリギリで、明日こそだと目覚まし早めにしても、やっぱりスヌーズ駆使して、いつものギリギリ時間まで寝てしまいます。どうやったらこの負のループから抜け出せますか。永遠のテーマです。三谷さん、ね、何故のスヌーズだ、バカ野郎。バカ野郎言った。ガチなこと言うと、よくあるのはあれだよね、携帯を遠目に置いといて音鳴ってるのに立って動いて、あー動いてるってこと。そうそうそう。俺目覚まし3個かける。
ね、あとまあリードにねこうプレッシャーを自分に与えて、いや本当にそうっすよ。というわけでね、まあ短い時間でしたけども、今日のインスタライブ終わります。それから、4枚目のシングルリリースイベント中です。ぜひ皆さん遊びに来てください。ダイバーシティです。です、皆さん本当に参加してくれてありがとうございました。また会おうぜ、また会おうぜ、ヒュー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 。